チームメンバーが、急に死ぬけど、君の、君の前、なんで皆さん、なんていうか、まあ皆さん、出てってやりよった。さすがにもう、マジかですね。うん、面白いです。はい、コズの趣味部屋へようこそ。はい、こちら、あ、こちらじゃねえわ。今回はですね、こちら、超怖い話ガム第9弾こちらをねお送りしたいと思います。まあ前回もね、怖い話ガム、ご紹介させていただきましたが、今回は、オール新作、全18枚入りということでね、全18枚入りじゃねえわ、全18話入りってことでね、今回はこれをね開封していきたいと思いますけれども、今回私何がなぜこれをね買うに至ったか、すごくなんか買わずにいられない衝動に駆られたんですね。なぜか、それはですね、玲子ちゃんぬいぐるみが欲しいからです。これ玲子ちゃんぬいぐるみ、実は4枚一口なんですよね。4枚一口で250目に当たるんですけれども、それを狙って思わず4個買っちゃいました。この時点でちょっと何かこう怨念めいたものが来てるんじゃないでしょうか。ということでね、では早速1枚ずつ、めくっていきたいと思います。では1枚目、何が出るか、とりあえず先にガムを出します。あ、これうまそうなガムですね。はい、ではいきます。1個目、チャチャチャ、だな、よし、こっちですね。はい、ということでね、一つ目は運命の手帳その154ということでね、はい、読んでいきましょう。近所の商店街に最近新しく文房具屋ができた。一見暗く怪しい店構えだったが、珍しい商品を取り揃えていて興味深いものばかりだった。今日も学校の帰りに寄ってみると、新商品で運命の手帳という商品があった。面白そうだったので友達と二人で買うことにした。早速家に帰って封を開けてみた。見た目はごく普通のスケジュール手帳だが、ページをめくってみると日付の欄に毎日の予定があらかじめ書かれている。5月9日お金を拾う、6月15日テストで満点を取る。本当にこの内容が起こるのか気になったので毎日持ち歩いて確認していた。驚くほどに当たることが続いたが、途中から飽きてしまい、そのうち手帳を開くこともなくなってしまった。半年経った秋頃からなぜか良くないことばかりが続いた。12月に入ってからは怪我をしたり病気になったり、体中の不調が続いた。とうとう入院してしまって、ついに僕は12月31日に死んでしまった。その手帳には12月31日人生が終わるとあらかじめ書かれていたらしい。どうやら僕はあの手帳を購入した日から手帳に書かれた予定通りの運命をたどって生きてしまったようだ。一緒に買った友達も僕と同じ日に亡くなったそうだ。そして手帳を買ったあのお店も
なぜかその日で閉店してしまったらしい。レゴちゃんぬいぐるみプレゼントキャンペーン。はい、ということでね、1個目運命の手帳ということでね、はい、なんとも不思議な、話ですね。まあね、死んだのになんでこういう物語が書けたのかは、まあそこら辺はね突っ込まずに言いますけれども、はい、まあ一応最初はこんな感じですね。運命の手帳、はい。ではね、早速、2つ目いきます。先に美味しそうなガムを取り出して、撤退紙を取り出して、はい、2つ目は悪夢と現実その151。アヤは不気味な男に追い回される夢を見ました。叫びながら走って助けを求めようとしましたが、あっという間に捕まってしまいました。そしてその男に殺されかけたところで自分自身の悲鳴で目が覚めました。嫌な夢を見たわとつぶやきながら出かける用意をしました。友人と公園で待ち合わせていたアヤは約束の公園のそばを歩いていました。するとなんと夢で見た男にそっくりな男が向こうからやってくるのです。恐怖のあまりアヤは木の陰に隠れ、慌てて友人に電話をかけようとしました。すると男はそのまま通り過ぎました。気にしすぎているんだと再び歩き始めようとしたアヤ、するとなぜかまた向こうからあの男がこちらに向かってきます。この状況どこかで見たような。ふと気づいた時にはもう遅かったのです。その男はアヤのすぐそばまで追いかけてきていました。必死に叫んで走りましたが、今度は隠れる場所がありません。もうダメだ、そう思ったアヤは思い切って振り返り、追いかけてくる男の横をすり抜けようとしました。すると男はすれ違いざまにアヤの腕をつかみ、にやりと耳元でつぶやきました。さあここからが夢の続きだ。はい、ということでね、これもうすでに恐ろしい出来事が起きてますね。切り方を完全に間違えてます。全くもっても切り方間違えちゃってから、もう普通ここで切る予定だったのに、ここもだダメダメ、これある意味恐怖だね。これね、内容が全然入ってこなかったからね。はい、2枚目は悪夢と現実っていうお話でしたね。はい、なるほど、不思議な話ですね。では3つ目、はい、ガム、よし、はい、3枚目はお風呂その146。姉がお風呂に入り、私がリビングでテレビを見ている時だ。お風呂場からギャーという強烈な悲鳴が聞こえた。慌てて脱衣所へ向かうと、姉は髪も体もびしょびしょのまま立っていた。その姿にどうしたのと聞くと、青ざめた顔でお願いだからお風呂場見てきてという。言われた通り見に行ったが、特に変わった様子はない。落ち着いてから話を聞くと、いつも通り湯船に浸かっていると、ヒュー
ヒューという誰かの呼吸音を聞いたというのだ。風の音だろうと思い、姉は気にせずに髪を洗い始めたそうだ。湯船に浸かりながら上半身だけ湯船の外に身を乗り出し、前かがみになって髪を洗う。手のひらでシャンプーを泡立て髪を揉むようにして洗った。その時あることに気づいた。髪が長い。姉が洗っている髪は姉自身の髪よりも数十センチ長かったそうだ。そしてもう一つのある事実に気がついた時、姉は思わず風呂場から飛び出してしまったそうだ。自分の後頭部に誰かの鼻が当たっていることに。それ以降姉は極度の怖がりになり、お風呂に入る時は必ずドアの外で私が待機するようになった。私自身は今日に至るまで何ら不思議な体験をしていない。しかし姉は確かにあの時自分でない誰かの髪を洗ったという。なるほどですね。私またここであることに気づきました。これが正解なんですよ。っていうことはなんと第1話から開け方を間違えていたんです。通りでね、私こうやって読み進める順番を確認してた時に、こうめくった時にあれ、どっちが次を読めばいいんだってなったんですね。ここもここで切らなきゃいけないがあったんですね。つまり A はこうやってつながらないといけないのに、こう変な風にやっちゃったから、 A がこう変なバラバラになっちゃったんですね。いやーもう鼻からもこれ失敗してますね。これが正解の開き方でした。言えてなかったけど、よし。はい、ではラスト4話目。いやあんまいい数字ではないですね、4だからかな、そういうふうに設定したのは。はい、で第4話目です。呼びかけその155。僕は2階建ての家に住んでいる。母は仕事をしていたので学校から帰っても一人きりになることが多かった。それでも僕は家に帰るとお母さんと呼びかけるようにしている。たまに母が早く帰っていることがあるからだ。ある日の夕方、学校から帰ってくるといつも通り家の中が暗い。それでもお母さんと呼びかけてみた。すると2階から小さな声ではーいと答える声がする。もう一回呼びかけてみると、また、はーい、と返事がある。いつもと違う様子が気になり、2階まで向かう。階段を上がったところで、また母を呼ぶと、奥の部屋から、はーい、と声がする。奇妙な胸騒ぎと、早く母に会いたい気持ちとで、奥の部屋へゆっくりと近づいていく。その時下から玄関のドアを開ける音がした。なんと母が慌ただしく買い物袋を下げて帰ってきたのだ。ヨータ帰ってる？明るい声で僕を呼んでいる。僕はすっかり元気を取り戻して階段を駆け下りていく。その時ふと奥の部屋に目をやる。すると奥の部屋のドアがわずかに動いたのだ。僕は一瞬ドアの隙間に奇妙なものを見た。それはこっちを見てニタと笑っている青白い顔をした女の姿だった。
レイコちゃんのゆうりみプレゼント当たるかな。はい、ということでね、今回は以上の4話になりますね。いやもう開け方失敗した。俺なん前回はうまくやったのなんで今回こんな開け方しちゃったんだろうな。ということでね、まあ今回は全4話ということでね、お送りさせていただきました。はい、まあね、皆さんは、どのお話が良かったでしょうか。まあそんなことはどうでもいいと。はい、ということで玲子ちゃんのゆるみ当たると。